Oggi sono dentro la taverna del capitano di Siena. Mina さん、こんにちは。今日はシエナの伝統的なトラットリア、カピターノというところに来ています。私の前のこの食べかけですが、前菜の盛り合わせ。このまずは生ハムからいただいてみましょう。生ハムはシエナのボニッシモ。Mi dia, c'è qualcosa che te ne chiami? Io sono nei paraggi, Potremmo accarui ten san moimas. Già quando la maha mi da dai temi mas. Queste, quelle qua.羊のお乳から作ったペコリの乳、このハムととっても合います、こちらはフレッシュなペコリのチーズで、これを見るとスタジョナートと呼ばれて少し長めに熟成したチーズ、こっちの方が塩分が多いんです。とてもハムに合います。もう一つおすすめがこちらのアンチョビ、アンチョビとそしてお野菜、とてもしょっぱいんですけれども味があります。これとパンと一緒につけて食べると、アンチョビのとってもいい香りがこのお野菜とオリーブオイル漬けになっています。そして最後にこれがトスカーナのお野菜とパンのパンリボリータというものです。これも冬のお野菜が入っていて、とてもお腹に優しいお料理です、最後にこの卵のスフレ、とっても柔らかい、中に何も入ってないんですけども、パンとこの卵のスフレ、とても柔らかい味がします。チーズが一緒に焼いてあって、ほんのりとチーズの香りがします。それでは。